どうも、ふなしゲームズふなしです。今回はですね、大会を紹介したいと思います。 FIFA19 からふなしもですねお世話になっておりますレート制限83大会というものがあります。これをですね知らない方に向けてですね、紹介をしていきたいと思います。レート制限83大会というのはですね、ツイッターの、アキさんという方が考案した新たな FIFA FUT モードの楽しみ方になります。神がかったですねバランスの良いルールでもうめちゃくちゃ好評な大会になります。参加した人みんなが楽しかったと、こういう大会また開いてほしいっていうですね声がかなり寄せられている大会になっています。で、参加条件っていうのがなくてですね、誰でも参加可能です。で、なおかつ参加費っていうのがまたかからないので、参加したいですっていうね、申告というか、まあ、登録、ホームページがあるんですが、そこでね、登録すれば、誰でも参加できるものになります。Twitter のアカウントが必須になりますので、Twitter のアカウントだけ、作成してですね、まあ、メールアドレス持ってれば、Twitter のアカウント作れますので、誰でも参加することができます。そしてレート制限83、この後ねルール説明しますが、スカットのね強さっていうのを制限したルールになっているので、プレイスキル、自分がねどれぐらい上手いかっていうのをウィーケンドリーグよりも試せるチャンスになっています。ウィーケンドリーグはねどうしてもスカット差っていうのがねやはりできてしまうので、その制限がないので、この大会はみんながルールを守ったスカット で技術プレースキルだけでね戦うような感じになっているので非常に面白いです。そしてですねウィーケンドリーグよりも緊張します。ウィーケンドリーグよりも緊張するし手汗めっちゃかきます。やはり大人になってからね緊張するゲームとか対戦とかっていう機会がないと思います。対戦する機会っていうのがねやはり大人では味わうことのできないね緊張感っていうのが味わえるっていうのはこの大会の面白いところかなと思います。スカット作りがなんて言っても面白いんですよ。やはり制限があるとこの選手にしようかなこの選手にしようかなとか、やはりめちゃくちゃ強い選手っていうのは制限がかかってるので使えないので、だったら代わりに誰を入れようかこの選手使ってみようかなっていうような、風にですね、非常にスカットを考えるのが楽しいです。いろんな選手をね、使ういい機会になるので、やはり強い選手を使いたい、ウィーケンドリーグとかだとね、勝ちたいのでそういう風になってしまうんですが、いつもは使わない選手を使えるっていうのが非常に面白いかなと思います。そして今年からですね、Sリーグというですね、ちょっと話も詳しくなくて、どういう、サイトコロナのかっていうのを具体的にちょっと言えないんですが、主にですねプロクラブの、11対11の、大会を開催している、運営のですね S リーグというのがあります。そこがですね今年から、主催になりまして、さらにですね大規模な、大会に、これからねどんどんなっていくようなものになりますので、ぜひ、今回ちょっと締め切りは過ぎてしまっているんですが、年明けにも、やるかもしれないというような話ですので、ぜひ、次のですね機会参加していただけたらなというふうに思います。ではまず、ルールですね、ルールを説明します。チームの OVR が83以下、83は OK です。チーム OVR っていうのは、チームの編成画面で左上のレートっていうところに出てくる数字になります。そしてベンチに入れていいのはシルバーとブロンズはダメです。ゴールドのみで、なおかつレートが81以上の選手になります。これはねチームレートどうしてもブロンズとか入れるとすごく低くできてしまって、スタメンのねチームのレートがどうしても上がってしまうので、こういうルールになっています。そして OVR86 から90の選手は最大3名まで。ですので90以上の選手っていうのは使ってはいけません。ギリギリファンダイクが入れれるようなルールになってます。最大3名っていうのは86の選手を3名入れたりとか、86、88、90と
というような3名を入れる、最大3名ということです。で89と90の選手は1人しか入れれません。そして OBL85 の選手は1人しか使えないという制限もあります。で監督は使っていいです。これはケミストリーを位置上げるためのですねアイテムになります。でトレーニングは使ってはいけない。そしてアイコンの選手は使用禁止になってます。でベンチに置く選手は最低81で、黒カード TOTW のカードであったりハロウィンのカードっていうのは使ってもいいです。制限はないです。そして、まあ、無課金の人が、まあ、使いたい選手をねどうしてもコインが足りなくて使えないという場面が出てくると思うので、レンタル選手は使用可になってます。まあ、こういったですねちょっとややこしいところもあると思いますが、まあ、こういうルールで、スカットに制限を入れたような大会になってます。これ非常に面白いです。ではですね、船市の、スカットを紹介したいと思います。こちらですね、セリエを基本にしたスカットになっていて、左上の星の下にあるですねレートが83になっていると思います。ここが84になっていたら、ルール違反になりますので83に以下になるようにします。そして、ベンチですね、ここですね、サブの選手が81以上のレートの、選手を入れるようになっています。で船瀬はね、この辺でレート81とかでレートを下げて、フロレンツェとかでねレートを下げて86から90の、3名っていうのは、ナインゴラン、ルカク、インシーネ、この3人を入れてます。でハロウィンカードの制限はないので、ハロウィンカード、そして TOTW のね黒カードっていうのをとか OTW とかね、こういう特殊カードを入れてます。でレンタルカードも入れていいので、まあ、レンタルカードしか、ね、ない方はレンタルの選手で参加することも可能です。そして1グループですね、最初予選リーグで戦って、多いところで6名だったかな、5名か6名の、リーグ、その中で相手とですね1回ずつ戦って、上位2名が決勝トーナメントに進むというような形になってます。で基本的にリーグ戦っていう、リーグ戦とかね、まあ、大会の試合は週末はウィークエンドリーグがあるので平日に行うようになっていて、ツイッターの DM で、まあ、それぞれ今回ふなし A グループに入ってるんですが、 A グループの参加者のグループのツイッターの、ね、グループが作成してくれて、そこで何時にやる、何時に試合するとか、あとはまあ配信とかですね、配信してもいいかっていうような連絡をみんなで取り合います。で平日に試合を行って、上位2名は次の週にある決勝トーナメントに進むと。で負けてしまった人はそのグループ予選で敗退というような形になってます。ですので、まあ、いろんな人とね、最高で6試合かな、5試合6試合、そして決勝トーナメントに進めば、そこでですね、まあ、負ければ終わりという非常に緊張するですね、試合を体験することができます。で今回の大会は優勝賞金10,000円、準優勝が3,000円の、プレイステーションストアカードが、もらえるということになってます。まあ、次回の開催ね、賞金っていうのはどうなるか分かりませんが、まあ、今回から S リーグ、主催になったと、運営になったというところで、まあ、その辺は用意してくれるのではないかなというふうに思います。やはり賞金あった方がモチベーションっていうのはね上がりますので、非常に楽しみな、大会になってます。はい、ということで、今回はレート制限83大会の、詳細の、紹介と解説でした。ぜひですね、ちょっと今回ねこの動画紹介するのが遅れてしまって、締め切りが、もう期限がね来てしまっているんですが、次回年明けにね開催するというような話ですので、ぜひ第2回の大会は皆さん参加してみてください。非常に楽しいです。では今回の動画はこの辺で終わります。もしよければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまたね。